皆さんこんにちは、プラマイドルこさかきのです。今日も始まりました、魔剣中 TV。 今日は MG トムコンペ2回目の紹介となっております。どうぞよろしくお願いします。 MG トムコンペはですね、2月の28日まで募集している皆さんに Twitter に作品を投稿してもらう参加型のコンペとなっております。で、参加方法はMG のドム、もしくは MG のリックドム、どちらかを今の緊急事態宣言中に作って触っていただきたいという思いから、そのいずれかのキットを作った写真を募集しております。で、ツイッターにハッシュタグ MG ドムコンペとハッシュタグ魔剣中 TV の2つを並べてツイートしていただいたものを順番に紹介していきます。で、今回はですね、2回目ということで2月9日以降の投稿をご紹介していきます。で、それ以前に投稿したけど拾われてないなっていう方は、タグが間違っていた場合はもしかしたら MG のドムは作りたいけど紹介されたくないかもしれないと思って、ちょっとね、あえて触れないようにしております。タグ2つぴったり合わせてくださってる方、これは紹介 OK だなとピックアップさせていただいておりますので、もし間違えてるなっていう方はハッシュタグをチェックしてみてほしいなと思います。まずはクリープさん、ドムコンペ初参加です。ありがとうございます。作成したのは全身テカテカコーティングと肩にかけるジャイアントバズとブラックライトで色が変わるヒートサーベルです。紫が濃くなってしまったのでバージョン 2.0 が発売されたらリベンジしたいと思います。テカテカコーティングということで、青と青みっぽいのと紫っぽいの2色塗られてるのかな。色分けしたものに、いや、このコーティングすごいね。デッカデカのデッカデカで塗られております。これパールとかも入ってないかな。なんかギラついた感じがしますよね。で、胸のあたりのグレーに統一して、なんかちょっと柔らかい色合いになってるのもポイントなんじゃないかなと思います。目にも LED を入れて、もうなんか全部テカテカだね。本当にデッカデカのテッカデカ、思わず触りたくなるような、そんなドムかなと思いました。紫が濃くなっちゃったのでリベンジということなんですけど、思い描いた色とはちょっと違ったのかもしれないですけど、これはこれでいい色合いになってるんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。14033、ドムが好きすぎなんです。お、ドム好き仲間ですか。ありがとうございます。いいですね、いいですね。今回じゃあ MG ドムかな、リックドムかな、両方の武器をね、肩に装着している、そんな形になっております。色合いがね、ちょっと柔らかめの色合いをグラデーションかけて黒タッチ上げかなと思うんですが、その重みがね出ている感じ、そして下から撮ってる重々しい感じがドムっぽいですよね。そこにラインがかっこいい、胸のラインの入れ方が特にかっこよくて、いや、これはいいですね。うん、足元とかもバランス取りながらラインを入れつつ自分カラーに染めた、そんなドムなんじゃないかなと思いました。この撮影の方法がすごい気になるんですけど、背景から隙間で明かりが出てるのがめっちゃかっこいいよね。ゲーム内でシャキンって出てくるあの感じ、すごい撮影方法までしっかりされてていいなと思いました。ありがとうございます。ナオプラさん、コメントはないんですが写真いただきました。ありがとうございます。ドムのね、肩装甲とかがね、めちゃくちゃ貼られてますね。1枚プラパンを貼るっていうトツモールドの作り方こだわれてます。で、あとメッシュを入れられてるのかな、スカート部分メッシュで、そう、内部のね、フレームがかっこいいの、内部フレームとか赤色のパーツとかが見えるようにメッシュで加工してくださってるのがすごい印象的ですよね。加工メインで、かつあとは汚しとかを入れながら使われた、ちょっと砂漠とか走ってきたなっていう感じのドムになってるんじゃないかなと思いました。これね、ちょいちょいね、派手すぎないサビカラーとかもね、いい感じですよね。ドムのね、こうつるっとした面にね、モールドをちょっと入れるだけですごくオリジナリティがあっていいなと思いました。ありがとうございます。サイユンゼロ式さん、キノさんこんにちは。リアルタイプドム突撃仕様です。キューキットリアルタイプドムのデカールを使用して仕上げてみました。デカールの位置合わせとイメージのカラーリングに苦労しました。カラーが全然違いますね。赤、グレーをメインとした色合いになっております。赤といってもちょっとワインレッドのようなちょっと重い色合いにしてるので、周りのグレーと黒とね相まってすごいいい雰囲気になってるんじゃないかなと思います。で、キューキットの
ドムのデカールをうまく利用されてるんですけど、やっぱサイズとかが違う中でね、どこに合わせてはめようっていうのがすごい苦労されたんじゃないかなと思うんですが、いい味出てますよね。ひっそりと100分の1のフィギュアも塗られていて、それが可愛かったりします。ドムのデカさがすごい際立つ、そんな写真かなと思いました。ありがとうございます。のんたさん、 MG ドムやっと完成しました。人生初のドム、足がいい感じです。今回は下地にクレオスさんの GX ラフシルバーをベースにクリア系でシンプルに塗装しました。物合いだけプチ改造しました。ちょいちょい塗装ミスがあるんで、もっと勉強せねばと。クリアを上に重ねて塗装されているということで、全体がねシルバーのちょっと鉄の感じが出た雰囲気になっております。上からねこうドライブラシとか当てて塗るんじゃなくて、下からね染み出してくる感じなので、より目からしい感じなんじゃないかなと思いました。ちょいちょい塗装ミスがあるんでっておっしゃってるんですけど、確かにクリアを乗せていくってね、慎重に慎重に重ねてもこう分厚さが変わったりとかでムラができて難しいところじゃないかなと思うんですが、こう挑戦されたからこそまたやってみようとか、発見できたことが多いんじゃないかなと思うので、そういう意味でも次につながるいいドムだったんじゃないかなと思いました。おたんこなさん、今まで山ほどプラもこさえてきたのに、何気に初めてこさえた MG リックドムと。お、初ドムありがとうございます。ドムかっこいいよ。そうなんですよ、ありがとうございます。後ろからね光を浴びせる逆光の構造で写真を撮ってくださってるので、なんかそびえ立ってるね、銅像感というかがありますよね。色合いも結構アニメカラーに近いんじゃないかなという感じで、その逆光を浴びてるねヒートロッドがめちゃくちゃ綺麗に光っております。これ透明なのかな、何かで作られたのかなと思うぐらい綺麗ですね。初めてこさえたリックドムということなので、もしよかったらまた 2.0 の、ね、ドムとかで遊んでみてほしいなと思いました。ありがとうございます。かずみ女子モデラーさん、ついに完成しました。初めて参加するのでほぼ組み立てだけですが、塗るのはランダーマーカーで仕上げました。いいです、すぐみ OK と言ってる中、ガンダムマーカーまで塗られてるのでありがとうございます。主に武器の部分塗られてるかなと思うんですけど、ガンダムマーカーって結構ムラが出るんです。それをねうまく味として活かしながら塗ってくださった、ちょっとね擦れた感じが出ている武器がね、またゴージャスになってるんじゃないかなと思います。で、部分でイエローの部分かなを塗ってくださっているのと、ナンバリングも付け加えてくださっております。あとブラックの部分、なんだろう、すごいカメラを構えてるのがね映るぐらいツヤツヤになってるんですよね。そういった部分塗装のところどころがすごい生きている作品なんじゃないかなと思いました。スカートやっぱ照り返しすごいですよね。ツヤツヤな感じも、そして焦っている武器の感じもすごくいいなと思いました。ありがとうございます。ソンダスさん、ドムコンペ参加作品です。 MGMS09R リックドムなんとか完成しました。つぐみに目立つ合わせ目消し、墨入れとウォッシング程度ですが、ドムはいいな、楽しかったと。ありがとうございます。それが一番嬉しい言葉ですね。これつぐみに多分全体の塗装されてないっていうことなんですけど、多分ヤスリとかしっかり全体にかけられてるのかな。質感がね統一されていて綺麗だなと思います。ウォッシングもね優しげな感じなので、結構使い込んだというよりはロールアウトされたばっかりっていう感じがまたいいですよね。やっぱ目立つ部分の合わせ目消しをするだけでもキットがねすごい生えてくるなと思うので、丁寧にね下処理をしながら作っていただいて本当にありがとうございました。いい感じのドムだと思います。島谷はるみさん、第7正体全滅と悲しいコメントと一緒に来てるんですが、ドムがなんと外でですねジムをやっつけてる、そんな風景にしてくださっております。すごいボロボロにした盾が刺さってるドムは汚れてないから圧倒的な強さでね全滅させたんじゃないかなと思います。そして外ロケがまたね光の反射だったりとかポージングも相まってすごいかっこいい感じになってるんじゃないかなと思います。こうどう戦ったっていうのをイメージしながらね写真を撮るのすごい楽しかったんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。 KTT さん、ウェザリングの濃度はメラミンスポンジで何度も調整したのでいいと言ってもらえて嬉しいです。急増ですが LED 点灯して整備中セットで撮影しました。自衛隊数人にも参加してもらいました。とウェザリングをですねメラミンスポンジで何度も何度も調整しながら塗ってくださったということで、
もうね、何色も何色も使いながら細かな細かなメラミンスポンジの目でチッピングをしてくださったのかなと思います。こう引っ張った線とかもいっぱいあるので、いろんな方向から本当にね、何度も工夫しながら汚されたんじゃないかなと思いました。足元だけこうね、土がついている感じとかもすごいいいですよね。そしてこれ何といってもセットがすごいんですよね。こう整備中のね、兵がいてドームを綺麗に整備している感じがしているので、足元もうパーツがばらされてるんですよね。でばらして、こう内部フレームを細かく塗られたりとかしているところが物語調というか、シーン再現されている感じがすごい出ているので、かっこいいなと思いました。結構細かいところも塗り分けだったり、墨絵でも色を分けながらこだわられてるなっていうのをすごい感じたので、シーンも相まってすごいいい感じのドームなんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。エイタロさん、カラーリングは戦車っぽさもある UC 版ドワッジっぽくしました。肘のディティールアップや物合いの発光ギミックを仕込んだり、キノさんのドーム動画を参考にしてベースも作ってみました。ドームよりもベースに苦労しました。楽しく制作できました、ありがとうございました。とこちらこそ投稿ありがとうございます。ドワッジっぽいということで、色合いがね、ちょっと色合いが茶色系で統一されております。でそこに砂地を置いてくださってるので、風景に溶け込んでステルス機能がありそうだなと感じております。でウォッシングとかもかなりされてるんだよね。砂地ですごい使い込まれてる、そんなドームなのかなと思いました。色合いがやっぱいいよね。うん、渋いドームって感じがしてとてもかっこいいなと思いました。そして魔剣中バッジも持っていただいてありがとうございます。ゆうきさらチャリモデラーさん、人生初のコンペ参加ですと、ありがとうございます。初見の技術には追いつけませんが、自分なりに頑張ってみましたと。全体に白っぽくね、使い込まれた感じになっております。で胸のショルダー部分にラーパンで1モールドを増やしていただいたりとかですね、目も光らせたりという形でいろんな加工をしながら楽しんでくださったのかなと思いました。結構ね、この使い込まれた感じってやっぱいいですよね。うん、こう汚しすぎないようにっていういい塩梅を探りながら作ってくださったのかなと思いました。ありがとうございます。エンリコ・キエーザさん、初 MG ドムです。足だけ色を変えてみました。ザク R1 からならこっちかなと。デカールはテプラで自作しています。貼り方は修行します。ほんとだ、足周りが白黒のモノトーンでザクを意識した雰囲気になってますね。うん、なんか途中改造というか制作過程のような雰囲気が出てるので、それもまたね、ちょっとイメージが湧いてきますよね。で胸元青色だったりとか、目もねグリーンなんですよ。なんかそのあたりもちょっとザクを意識されてるのかなっていうのがまたいいですよね。そしてテプラでデカールを自作ってことなんですけど、文字がやっぱりはっきりしててかっこいいですよね。オリジナルデカールも、あとまたラインもね、すごいこだわって作られてるのかなっていうのを感じたので、こう色も相まってオリジナリティとかっこよさがすごい詰まってる作品かなと思いました。ありがとうございます。イカタカさん、パチ組で継ぎ目処理だけをして、あとは全体を600番で磨いてから洗わず、そのままガンダムマーカーで仕上げています。ズボラモデリングですと。いいですね、時短で仕上げようっていう中でも最低限をこなそうっていうところはこだわりがありますよね。かなり全体をわーっとウォッシングしてくださっているので、こう雨だれのような、そういった自然の重力を感じる汚れとなっております。ガンダムマーカーでってことは全体をわーってこうティッシュとかでね流してくださったのかなと思うんですけど、それがねやっぱいい雰囲気に出てますよね。またポージングがね、慣れてらっしゃる。ドームのいいとこついてますよ、本当に。ズボラモデリングって言っても、かっこよさがしっかり出ている、そんな作品なんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。ノクターンさん、とりあえず完成しました。いつもは素組みなんですが、今回はちょっと頑張って塗ってみましたと。お、ありがとうございます。時間がない中、塗装までと、ツルツルに仕上がったドームが、グッとしております。かわいいですね。結構紫のあたりのコーティングがすごいので、もう周りのね反射してるのが分かりますよね。それこれ撮影方法もすごい特殊だなと思うんですけど、多分後ろの画面に宇宙の柄だったりとかって模様を出して、で下はカッターマットを引いてらっしゃるのかなと思うので、簡易でも雰囲気が出るような撮影方法をうまくされてるなと思いました。久々の塗装ってことだったんですが、
すごいいい感じの紫でね、かっこいいなと思うので、結構これショルダー部分のシルバーが明るめっていうのがね、またそれもねいい味になってるんじゃないかなと、明るい雰囲気のあるそんなドムかなと思いました。ありがとうございます。はい、ということで今回も15作品紹介させていただきましたが、皆さんはどのドムがお気に入りですか？よかったら皆さん誰々さんの方が良かったですとコメントを教えてもらえると、作った方嬉しいんじゃないかなと思うので、どしどしお願いいたします。またこちらのコンペはですね、2月28日までということなので、急いで素組みしていただいて、各国写真撮っても OK です。もう素組みから OK というのがね、参加しやすいコンペになっておりますので、ぜひぜひ急いで MG ドム作ってみてください。2月28日を超えても皆さん作品どんどん紹介していこうかなと思うので、ご自身の作品が登場するのも楽しみにしててください。皆さんの MG ドム、MG ビッグドム、Twitter で投稿お待ちしております。以上、無限中 TV でした。またね、バイバーイ。